セントアーチのリブボルトとこのフライングバットレスっていうこの技術、これによって縦に高くどんどんなっていくんですよ。でこれは実際例えばさっきのパリのノートルダムとか見ても横にいっぱいあるんだよ。ほら、あーあります、はい、うん、これ支えてたんですね、うん、横にわしゃわしゃ出てるんだよ。だそれがまたあのこれもみんなそうだったりするんだよ。ここら辺のその上に塔くっつけてんだよ。こういういっぱい出てるところの上にまたこう塔つけてるからこんなになるんだよ。あちゃんと必要性があってこの塔は必要ないよ支えが支えがあるんだよ。必要なんですね、うん、だから横にいっぱいこれが出てますよ。ゴシックの特徴はケル、それこそあばら骨みたいな、あばら骨みたいな感じですね。ケルももう出すぎてて分かんないですよ。いっぱい出すぎてて、うん、これでこのフライングバットレス、飛び張りとも訳しますけども、これって高いとこを支える以外もう一個いいことがあるわけですよ。これ使うと、何でしょう。雨水を流してくれる。あ、それね、悪くない着眼点なんだけど、あの別になくても流れるっていうのはあるんだけど、確かにここは雨水が流れてきますよ。その話またちょっと後で出てきますけど、はい、なければないで雨水は流れねえよ。なければないでここの屋根の上を流れていくよ。いいことですか。うん、これね、はい、このノートルダムのね、ここら辺をね、よく見ると分かるんです。ほら、こういっぱい出てるでしょ。はこいつで、ここまでさ、ここまで壁を上げなくて、はい、こいつを使うことで、光、窓を、ピンポン作れる窓が取れるんですよ。ここに壁にスペースが、スペースが、あと、ね、うん、やっぱこれで支えてる分壁を薄くもできるから、ここに窓が取れるんですよ。こいつが支えてる分、こういう空きの部分に、はい、でこの窓にステンドグラスを入れると、こう窓がいっぱいできるからステンドグラスっていうのが出てきたわけですよ。この技術になって、この技術、いや、あのロマネスクの時代もステンドグラスあるよ。だけど、はい、ロマネスクの時代見ての通り、うん、窓そんな大きな、特に上の窓大きく取れないんだよ。そうですね、うん、だし、あ、石が分厚いっつのもあったりして、うん、あのステンドグラスロマネスクもあるよ。あるけどゴシックの時代に大発達するんだよ、うん、それはどうしてかっていうと、こうやってやたら窓がこの2つ比べてばかり、もう窓の量が違うんだよ。面積、窓の面積が、こういうことなんですよ。でたくさん取れる窓のところをどういうふうに装飾していくかっていうことで発展していくんだけど、その発展していった一つがこれだよね。ゴシック教会といえばのあれなんだけど、バラ窓ってやつですね。バラ窓っていうんですね。バラ窓、これ中から見るとこうですよね。ステンドグラスで素敵こうなってるっていうね。こういうバラ窓っていうのはゴシックも、まあ、中期っていうか、まあ、世紀ゴシックの頃に出てくるんですよ。でこれゴシックの研究で有名なフランスのフォションっていう人がいるんですけども、その人がレイオナン様式っていう、放射様式ってバラ窓の時代ね、放射様式と名付けた。こう放射状でしょ。はい、うん、なんかこうレイヨナンゴシックって言うんですよ。これレイヨナンゴシック放射ゴシックって呼ばれるんだけど、これがだいたい放射ゴシックが13世紀の後半から14世紀前半ぐらいにこれになってくる。だからこのパリのノートルダムなんかこういうの後から足したりとかしてるんだよね。あ、うん、そうなん、もう何度も工事してるから、うん、最終的に一番最後にこの真ん中の塔を足して、ここが焼けたんだけどね、この間ね。そうですね、うん、でこのレイオナンゴシック、バラ窓とかをやるとさ、この窓枠の加工技術が発達するわけだよ。そうでしょうね。これ英語でトレーサリーって言うんだけど、窓枠、はい、これの技術がすごい発達すると、今度これでガンガン装飾を始めるんだよ。
で最終的にもう窓でもないところまで透かしでこう見てみ、窓でもないとこも透かし模様の飾りがいっぱいついてるだろう。あ、もうあくまで装飾で、うん、装飾で、はい、でその装飾がみんな何の形してる、何に似てる、若本何の形に見える、それ茨とかツタ、あツタに見えちゃう、サヤインゲン、サヤインゲン見えます、ね、炎に見えない、あ言われてみれば確かに分かりますね、うん、こう上にこう上ってる炎みたいな装飾がやたら増えてくるの、後期のゴシックになってくると、これをいわゆる火炎ゴシック、フランボワイアン様式っていうのはこれなんだよ。でこの火炎様式、これが14世紀の後半ぐらいから出てきて、この火炎様式に何したかって、どん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 高くなっていくんだよ。上にこう、まるで火が上に上っていくようにさ、どんどん高くなっていく。で、この回廊のところはさ、ここはさ、さっきも言ったようにさ、このフライングバットレスで支えないとあれだけどさ、この塔自体は何ぼでも高くできるわけだよ。そうですね、積んでいけば。積んでいけばいいだけの話だから、はい、だからフランスのゴシック教会は古いのが多いから、ここ、こういう四角い塔が多いんだけど、その後にここにどん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 とんがったのを足していくようになっていくわけだよ。で最終的にめっちゃ足しちゃったのがこれなんだよ。めっちゃ足しちゃったんだよこれ。だから19世紀までかかってんだよこれの建築。157メートルあるんだよこれ、高層ビル。だから周りのビルから見てもいかにこれが巨大で高いか。でもこの高さいらないでしょこれ。だって教会の一番高いところの壁大体この位置なんだよ。こっから上はもう単純にただの塔なんだよ。よくそこにお金をそれだけ使えましたよね。もうどん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 行け、ね、もうフランボワイアンで炎がもうどんどん上上がってっちゃって最終的にこうなっていくってことなんだよね。だからこの先頭アーチリブボルトとそれを高い位置で支えるこのフライングバットです。この技術によってどん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 ゴシック建築は縦に長くなっていったというわけなんですよ。で結果中っていうのはさ、これノートルダムの中ですけどね、まあ、こんな感じですよ。もう俺はだからゴシックは石の森って言ってんだよ。石の森、翔太郎先生と覚えてくれって言ってんだけど、もう石でできた森みたいなんだよ。ですね。この長い柱が。で、この外でフライングバットレスが支えてるわけだけどね。もうブワー長い柱が立って。で、もう石の森みたい。まさにこれがゴシックの神髄だと思うんだよ。ゲルマン民族の様式って言ったよね。ゲルマン、ケルトはさ、やっぱさ、森の民なんだよ。もともと。だから、ご神木信仰がある人たちなわけだよ。で、ギリシャローマは石の文化じゃん。はい。だから、ゲルマン、ケルトの木の文化と、ギリシャローマの石の文化が融合した、石の森なんだよ、ゴシック建築っていうのは。で、これね、そのことに最初に気がついてるのがね、やっぱりさすがだなと思うのよ。ラファエロなんだよ。そうなんですね、うん、ラファエロがそのレオ10世に出した手紙の中でね、そのゴート族の建築はね、彼らが昔森の中でね、木の上の枝を結んで小屋を作っていたと、その時代を思い出すに違いないみたいな。へえ、面白い。それディスってるんだけど。あ、ディスってるディスってる、あいつらは木結んだ掘ったて小屋に住んでたやつらだからなみたいな感じで言ってんだけど、でも的を射てるんだよ、それ。このまたそのリブボルトがまるで枝のように、こっから出てくるんだよ。で、これが極まったのが、ファンボルトっていう、扇形ボルトっていうのがあるんだよ。これイギリスで特に流行ったんだけど、もう構造上の必要じゃないだろうっていうぐらい、わあすごい。ボルトが。これもう構造上の必要じゃないよと。完全にこれやっぱり木だよと。これまさにラファエロが言った木の枝を上で結んで小屋を作るっていうのの。確かに。完全にこう石でできた森でしょ、これ。
石でできた森の中をこう入っていくっていうのがゴシック教会なんだよ。綺麗ですけど、すごい手間がかかりますよね。これもう、あの、構造上の必要じゃないのよ。装飾上のものになってきてるんだよ、これ。なんかちょっとアラブの建築に。もうちょっとアラブだよ、もうここまで来ちゃうと。競っちゃってるみたいな。うん、まあ、こんな、これはあのイギリスのバスっていうところの修道院教会なんだけどね。こういう感じなんだよね。だからゴシックっていうのは、まず中に入ると、こう先頭アーチとリブボルトがありますよと。で、外から見ると、こうフライングバットです。やたら横に出てるから、すぐわかる。で、やたら縦に長い。で、中に入ると、あと、やたらステンドグラスが多い。それは、このゲルマン民族の石の森文化っていうのが、ついに形になった。その結果、こういうのがいっぱい出てきちゃうのが、バザリの無秩序っていうところにつながったと思うんだけどね。まずそこを覚えておいてほしいってことですね。はい。